YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。ガチの N チャイルドウッドです。はい、ではさあ、今回伊豆旅行以来の久しぶりのガチの N チャイルドウッドリモートコラボです。まあ、なんでリモートコラボかと言いますと、もう分かると思うんですけど、はい、マモスコスタリカ、コスタリカ応援ですか？あ、じゃないの。いや、今日はサッカー日本代表応援しよう。で、見事日本がドイツに行きたいって取って、で、今回第2戦コスタリカ戦を応援しようじゃないかということで、で、早速なんですけど、企画内容は企画もちろんチャイルドウッドは企画やらないと。誰かさ見るだけちゃうんかいな。違いますよ、そんなマッチョロい撮影じゃないですよ。何するん。ヤットさんはもうストーの本人なんですよ。あの、僕らと最終予選リモートコラボしたじゃないですか、はい、おさらいすると、日本が得点したら僕らはブルーのカクテルがあるんですけど、それを飲みます。はい、なのでヤットさんと MC は今回はなんか騒いでもらって。ああ、OK、はい、で、逆に日本が失点したら、その都度ルーレットっていうアプリを使って決められた罰ゲームを遂行すると。例えばウイスキーとかが当たったら、僕らはウイスキー飲むんですけど、ヤットさんと MC はそれにちなんだ罰ゲームをしてもらうっていう形で。はい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 。でもまあ本戦ですし、コスタリカ格上なんで、そんなに点は入らないと思うんで、どちらも。ああ、なるほどね。まあだからそこまで企画になるかもわからないんで、まあ、なかなか2対2やったら意味ないもんな。そうですね。そしてまあ日本を応援しようってことなんで、日本が勝つことが目的なんですけど、万が一試合終了後日本がコスタリカに負けた場合、はいはい、負けた場合もいや、その罰ゲームはでかいですね。いや、MC 大丈夫だよ。楽ですよ。MC は剛毛にしなきゃいけない。はい、日本が負けた時はサッカーに関する SNS 投稿を毎日投稿やってもらいます。まあ、勝てばいい話なんで。ああ、まあもちろんね。はい、まあそういった形で今回リモートコラボよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは見ていきましょう。では日本の勝利を誓って日本にサチャレー、サチャレー、乾杯乾杯。勝った、勝ったな。早い。ちょっとコスタリカの応援と間違えとったから青切るわ。オリックスですね。オリックス、まあ、オリックスほら今回日本一になったから縁起がいいやろ。世界一目指してる。ヤットさん、美味しそうな料理。今日はね、和牛のすき焼き風丼です。おー、おー、いいです。まあ僕らも今日鍋って聞いたんで、ええもん食っとこうかなと思いまして、寿司にしました。最終予選の俺や。僕らも今日鍋なんで、このカレーうどんにお寿司です。おお、いいですね。鍋って聞いたからちょっとええの食べとかなあかんな思って。そのツッコミ待ってました。でも全く一緒や。おー、飲むぞ。今日は一応4本用意して。おー、いいですね。トムチ行ったらなぜか知らないですけど、この前のビールが大量にありました。あー、助かりました。じゃあもう飲み放題だ、うん、なぜか知らないっていう、よう知ってるやん。ヤットさん、スタメン外れましたね。俺が好きな上田と相馬が出てるから、よしや。多分後半で劣勢になったら、右の伊藤、左の三笘同士に投入して流れ変えるのとしょんじゃん。あと総力戦って考えたら、完全にスペイン戦目玉ですから。そうだね。いいんじゃない、いいんじゃない、このボールよ。いいよ、いいよ。いやー、キーパーが多分触ってくれたら、あ、ラッキーぐらい。それ、おし、おし、いけ。いやー、足元入っちゃった。いいよ、作り直せ、作り直せ。いいよ。うまい。あー、追いついた。全然ヤットさん喋んねえ。一戦目とわけが違うんだけど。あの、皆さん、ヤットさんが意外と無言です。いや、案外コスタリカが前がかりにいけへんな、思って。まあ、やっぱスペインにあんだけ取られてますからね。でももう取るしかないやん。そこでまた行って日本にやられるよりかは引き分け狙いっていうのもありますよね。一勝一敗一分けやったら得失点差がほぼ無理やで、コスタリカ取れる。よしか、ドラッグがでかい。ドア勝負、ドア勝負。ドイツ戦より雑いな。プレーが雑い。このスタメンメンバーで噛み合ってないことはない。練習ではやってるはずやね。相手がコスタリカだから持ってるみたいな緊張感がやっぱドイツ戦とは違うような気がする。コスタリカなんてあんのかこれ。本戦になりそうな気がする。初戦で7対0で負けてるチームと思えない。少ないチャンスで勝つ気が、やっぱそれはあると思うんですよね。勝ちは勝ちだからね、勝って
まあどんな形でも勝ち点3取れればいいけど。そうですね。やばいよ。こういうの危ないよね。こういうの危ないですね。これ変な状態の時が。いやーいいよいいよ。いけいけいけ。なんかここでさ落ちてこないとさ。もう点を入れるんだ。頑張れ。入れろ。落ち着いて。落ち着いて。まだある。あいいよ。点取り抜いて。いけ。なんでここも。いくよ。いやーしょうがないよ。難しかったね。カウンター。オッケーオッケーオッケー。前向け、前向け、前向け、よし、 OK、 いいよ、いいよ、いいよ、うわー、痛ぇー、これ痛ぇこれは痛いわ、めっちゃ言うやんかドイツ戦の時より明らかに顔の表情が違います。ゲームとしてあかん。でも、これ日本はここ引き分けたら俺は負けに等しい引き分けだと思ってんの。プリがスペインっていうことを考えたら1ポイントやったら負けに等しいかなと思うんだ。だってスペインに 8-0 で負ける可能性もあるからまあ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 、なくはあー、終わりましたね。あの、ごめん、このワールドカップで一番おもんない試合です、これこうやって撮影しましょうって言うと凡戦になるんですよ。もしこれ引き分けやったら罰ゲームもないし歓喜の乾杯もないわけやから。とりあえずは点どっちかが取らない限りこの企画がまず成り立たないんでこれが一番問題。では、後半にまたお会いしましょう。さあ、後半が始まりました。さあ、果たして日本は得点できるんでしょうか。してもらわないと困る。そうですね、勝ちましょう。今日は本田のプレーシーンがないから安心して見れる。そうですね、そういう意味では。ドイツに先発でシュート打たれて権田が全部弾いたやつ、権田の18秒って言われてるいや、そもそもお前1個目あれキャッチせよって話。いいぞ、そう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 、いけいけいけ、攻めろ攻めろ。いやー、まだあるぞ、まだあるぞ、まだあるぞ。シュートしろ、シュート、シュート、シュート、ああ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 、あれヤットさんいるじゃないですか。ちょっとちゃうん、あ、違うんですか。ちょっとちゃうん、出たんか。あれマスクのヤット、ほら、ほら、お久しぶりです。俺裏狙える。よし、行け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 、よし、よし、出た、いや、見てるよ、出た、見て、見て、見て、ファールだろ、ファールだろ、ファールだろ、めちゃめちゃチャンスいいよ、エンド。ちょっと準備します、準備。おめえじゃねえ、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 ヘッドのドーキックやろ。いやー面白いねこれ。堂安、鎌田、なあ、狙いやすいのは相馬やけどな。狙いやすいのは相馬っすね。いつも通り、よっしゃ、うわー、相馬だった。ヤットさんがフェードアウトしていた。よし、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 ファールだろ、ファールだろ、ファールだろ、イエローだな。よし、いやー、掴んでるね。これ、そうだよね、がっつり掴んでるね。これ、いやー、食べた。いいぞ、いいよ、いやー惜しい、いいよいいよ、きた、これ、よーい、あー、いい。
てでん、ウイスキーです。じゃあ僕らウイスキー飲みたいと思います。あー、ウイスキー MC 罰ゲームで僕らウイスキー出たんでウイスキー飲みます。山崎です。じゃあ日本の逆転を目指して頑張りましょう。日本に幸あれー。うん、わーマッチ。いやでも良かった、点が入ったから格は成り立った。視聴者の皆さん、あのやっとさんと MC はレモンを食べてるらしいんで、半分の1ぐらいでひたしたよ、ひたひた。あ、ダメだよ、ほら。おお、いけ、三笘いけ、三笘いけ、いけいけいけ、三笘いけ。いけ、うわー、エンドファールじゃん。今のはしゃあないな。あー負けたー。一個だけ言わせてもらっていい？日本は決勝トーナメントとかベスト8とかいうアホみたいな報道しとったマスコミバーカ。素人が語るなって話で、まあ、やっとさんずっと言ってましたもんね。そうよ、何も成し遂げてないんやから。ドイツに勝ったぐらいで、ドイツ戦の時みたいな一個一個のパスの丁寧さがないや。ワールドカップ甘くないんですよ。これでだから、まあ次のスペインドイツの結果次第で1勝2敗で得失点差っていう可能性もあるんだよ。ただ圧倒的不利って言われてたロンドンオリンピックの初戦で日本はスペインに勝ってるから、一応そういうこともあり得るから。たくさん言ったように付き合いすぎて結局点取れなかったっていうのがもう痛い。そう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 、だから俺イライラして前半喋らなかった。はいはいはい、はい、とりあえず企画を思い出してください、はい、日本がコスタリカに万が一負けた場合は、僕らダチの N チャイルドフットのメンバー全員でサッカーに関する SNS 投稿を7日間毎日投稿するというのを罰ゲーム決まりました。管理するのは視聴者の皆さんです。やってないかやってるか人間見次第なんで。あ、しまった、マジで今日忙しくて忘れとったってなっても視聴者の皆さんは、はい、あいつサボっとんなってなるわけやな。そうで、別にだからって多分催促もされないと思う。自分の中の思い一つやね。そうです、そうです。じゃあとりあえずはここの場は締めましょうか。そうですね。第2戦日本負けましたが、第3戦スペインに勝って見事グループステージ突破できるようにチャンネル登録、高評価、コメント一応よろしくお願いします。お願いします。では最後の挨拶締めましょう。せーの、さらば、さらば。